おはようございますなのだ。2日目の朝なのだ。昨日はテレビ塔に行ったり、ラーメン食べてたわね。それじゃあ、札幌駅に行くのだ。ということで北斗に乗っていくのだ。今回乗るのはキハ281系ね。この間の10月23日にラストランをして引退した車両ね。それじゃあ出発なのだ。朝6時ということもあって、ターミナルである札幌駅でも人が少ないわね。そうなのだ。名古屋の感覚でいたから札幌駅まで地下鉄で来ようと思っていたのだけど、地下鉄の始発が6時ってことを計画立てて出るときに気づいて驚いたのだ。名古屋の地下鉄は始発が5時半だものね。ちなみに大阪と東京は5時が始発だわ。やっぱり日が出る時間が本州とは違うから、住んでる人の生活リズムとかも少し違うのかなと思ったのだ。この先この列車は千歳線に乗り入れて、まずは新札幌にとまるのだ。南千歳までは前回と同じ道をたどるのね。前回は外が暗かったから、どんな景色が見られるのか楽しみだわ。その後は特急北斗の最速たち列車として白老、登別、洞爺を通過していくのだ。登別と洞爺を通過する北斗はこの2号だけなのだ。もうすぐ自動放送が始まる頃かしら。いらんからって。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急北斗2号函館行きです。停車駅は新札幌、南千歳、苫小牧、東室蘭、伊達本です。 JR 北海道でおなじみのアイヌの挨拶で始まる車内放送だったわね。北海道に来たという感じがするアナウンスなのだ。札幌から函館までは大体3時間半かかるのだ。昔は3時間を切る列車もあったそうで、その時も今乗っているこのキハ281系が使われていたわ。そうなのだ。この形式はデビューから引退まで特急北斗として走ってきたのだ。しかも国内の自動車特急として最高速度である130km/h で走行したのだ。この車両には振り子装置が搭載されていたから高速走行が可能だったのよね。それでも今年の10月23日のラストランを完全に引退して261系に特急北斗の運用を譲ったのだ。この動画は7月に撮っているから、まだ現役の時のものなので、そういうことなのだ。今日も旅行の計画を立てている時に無事に発表されたから、ものすごく驚いたし、これは乗りに行かなきゃって感じだったのだ。ちょうど今、ここに続いている283系も同じタイミングで引退が発表されていたわね。この先は3月まで JR 北海道の引退と廃線ラッシュが続くから、記録したい人は早めに行った方が良さそうなのだ。高架線に入ってきたわね。もうすぐ新札幌なのだ。札幌市内で最後の停車駅なのだ。この列車は苫小牧までは意外とこまめに停車していくのよね。それだけ重要な駅が多いのだ。この新札幌は名前から予想がつくように、札幌の副都心としての役割が大きいのだ。例えばどんなことがあるの？まず住宅地としてなのだ。駅前にマンション、スーパー、病院、公共施設がまとまって存在しているのだ。新しく整備された都市って感じで住みやすそうね。そうなのだ。実際に開発が始まったのが1975年と比較的新しいのだ。谷副都心と呼ばれるゆえんとして交通機関が充実しているのだ。今乗っている JR 以外にも市営地下鉄、バスターミナルが新札幌駅に集結しているし、札幌市内に行ける幹線国道や高速道路のインターチェンジもあるのだ。本当に綺麗に計画された街って感じね。さあ出発なのだ。ここからは一気に森の中を走っていくのだ。次の
南繊細で、快速エアポートとは違う停車駅になっているのだ。それまであった空港が千歳空港ってことで、そうなのだ。そしてその最寄り駅だったのが今の南千歳駅なのだ。そんなこともあって今でも南千歳駅には空港駅時代に作られた山中線橋があるのだ。列車は南千歳駅の次の停車駅である浜小牧に着くところなのだ。浜小牧は北海道内で第4位の人口を誇る都市で、浜小牧は太平洋に面していて札幌にも近いから、船の出入りも多くて国内の港同士を結ぶ貨物の取り扱い量1位なのだ。確かに苫小牧からは船がいろんなところに出ているわね。旅客船でも八戸や仙台、名古屋まで行く船もあるわね。そうなのだ。こんなに船が多いのは苫小牧には王子製紙の苫小牧工場という紙を作る工場があったり、石油の備蓄基地があるからだったりするのだ。話をしているうちに苫小牧駅に到着するみたいね。この駅からは今乗ってきた千歳線の他に室蘭本線と日高本線の3つが分岐しているのだ。やっぱりかなりの主要駅ね。札幌から来る普通列車の多くはこの駅で折り返していくから、乗り継ぎ駅として有名なのだ。特急北斗はこの駅で千歳線から離れて室蘭本線に入っていくのだ。ということで苫小牧を発車するわ。していくのだ。札幌
車は秘伝各館を通っていくわ。ところでこの路線には今年の5月に新型電車の737系が導入される予定なのだ。電車だから札幌から室蘭までの無料になるので、今走っているキハ143系の置き換えをすると思うのだ。最近の JR 北海道はキハ40の今目の前にいる H100 系で置き換えているから、かなり合理化を進めているわね。コロナが流行って JR 北海道の経営状況が極端に悪くなったことはかなり影響していると思うのだ。東室蘭を発車するわ。東室蘭から先の室蘭本線には見どころがたくさんあるのだ。例えばどんなの？まずは北船岡駅なのだ。ここが北船岡駅なのだ。降雨が止まりませんのでお気をつけください。まもなく伊達門です。見てもらってわかる通り、右走行近い駅でホームに降りたら目の前が噴火湾のオーシャンビューになっているのだ。綺麗な日の景色が一望できるまで。そして列車は伊達門別に止ままって、あの有名な駅を通過するのだ。有名な駅？見てればわかるのだ。そう、この駅は日本一の秘境駅として有名な小幌駅なのだ。なるほど、だから見どころが多いのね。そういうことなのだ。本当はどちらの駅にも降りてみたいのだけど、時間がなくて降りられなかったのだ。ぜひとも来てみたい駅なのだ。列車はおしゃまんべを越えて八雲に停車中なのだ。おしゃまんべも八雲も北海道新幹線が延伸した時に新幹線駅ができる町ね。それだけあってどちらも乗客が比較的多いのだ。北海道新幹線、早草駅。
綾瀬号は全席指定です。自由席はございません。座席の指定を受けたお客様の席と別のお客様のおかけの時は空席を利用できる特急券をお持ちの可能性がありますので、お客様同士でお確かめの上、座席の指定を受けたお客様が指定された席をご利用ください。空席を利用できる特急券をお持ちのお客様は普通車の空いている席をご利用ください。座席の指定を受けたお客様のお見えになったら席をお立ちください。新函館北斗駅が近づきましたら改めてご案内いたします。もうすぐ大沼公園なのだ。駅名にもなっている大沼公園は特定公園で、公園の中には名前の由来となった大沼と小沼があるわ。2つの沼は分かれているように思われるけど実はつながっているのよね。遊覧船もあるみたいだから機会があったらまた来たいわね。再び周囲 16km の小沼、天気が良い日にはその後方に高さ 1131m 駒ヶ岳をご覧いただくことができます。列車の中からですとこの小沼を挟んで見る駒ヶ岳が最も駒ヶ岳が美しく見える場所と言われております。進行方向右手側のお客様、よろしければ窓の外をご覧になってお待ちください。まもなく大沼公園、出口は左側1番線到着です。こちら側の窓からは大沼が見えるのだ。大沼公園は駒ヶ岳の火山活動によってできた。大沼、小沼、そして列車からは見えない純粋沼の3つの湖が特徴的な公園だわ。函館から近いこともあって過多くの観光客が訪れているのだ。
もう間もなくいたしますと、新幹線大井川行き新函館本線に到着をいたします。大井のお客様、お早めのお支度をお願いいたします。列車が到着してから50秒されますと、ドアが閉まり発車してしまう場合がございます。またお忘れ物はございませんでしょうか。チケットホルダーからの切符の取り忘れ、お財布、携帯電話の忘れ物が増えております。切符を車内に忘れてしまいますと、改札口を通れない場合がございます。荷物から座席の周りで合わせまして、もう一度お確かめください。ご視聴ありがとうございました。